いやさん、青汁王子って本当すごい人ですよねでもその三崎雄太さんも与沢翼さんを見たから頑張ろうと思って突き抜けていったってことを考えるとうんでもこうどんな人を見ていってあこの人を超えようとかこういう人になろうと思うからこそ新しい時代新しい時代に新しいヒーローが出てくるんだろうなと思いますよね強い人がね。でまあ 共通の理念として国税にやられたみたいなことも言われてましたけどもだ、うん、からやっぱりいろいろとわだかまるんだけどもでもそれを突破していってね、うん、で突破するからこそ以前よりもちょっと強くなって慎重になっていって、えー、大きくなるんだろうなと思いますよねだから転落を経験することは誰でもあると思いますけどもでもその転落をねプラスに変えていく 結局転落前よりも強くなっていくっていうことはね、こうやって繰り返していく、まあそういう、まあ、人なんだろうなと思いましたね、うん。まあ私はちょっとね、この転落みたいなことは全然ないんで、うん、まあわざわざ転落しようとも思わないですけどね、うん。まあなんもないですよね、だから振り返ってみたら。いや、こんな大変な過去がありますっていうふうに言えるほどの過去もないですしね。うん。まあ、ほんなんか、 順風満帆に来たのかなと思いますよねで。考えると、そこまで悪いことがなかったのに、まあこの程度に収まっている私名ということでございますね。<laughs> 本当に小粒ですね。<laughs> でも小粒ながら、その小粒の中に幸せは全部詰まっていたかなというところでございます。吉田さんもね、鹿児島でいろんな方を見て来ていると思いますけども、うん、まあうまくいく人も、 たくさんいたかもしれませんけどもなんか一回潰れてそのまんまっていう人が現実多いんでしょうね、うん、なんかねあのまあ、ネットビジネス始めてで思うように成果も出ないまま終わっていく人がたくさんいると思いますけども何、うん、な,なんですかね同じ同じレールの上を走ってるはずなのに脱線してそのまんまっていうのが多いですね うんまあでもこれ本当に言いますけども失敗のしようがないと思うんですけどねなんでなぜかな失敗のしようがないですね情報発信するだけでいろいろと見えてきてつかめてくると思うんですけどねうん何でしょうか、うん、何なんでしょうかそれではまあ今日も一日行ってみましょうおはようございます